古橋研究室は地図、特にデジタルな地図を作ったり、それを使うということをいろんな形で実践しています。特に地図を使うとなるとフィールドワーク、外に出かけることが多いので、アウトドアだとか、また情報をデザインするというところも含めていろんな活動をしています。今古橋研究室が力を入れているのがデジタルツインというキーワードです。3次元の都市をどう地図に落とし込んでいくのかということで、国土交通省のプランと東京都と一緒に取り組んでいます。ユースマッパーズ AGU は地図作りの活動を中心に社会貢献を目指しています。最近ではウクライナから国外へ避難する方々の生活や、それを支援する活動の基盤になるような地図作りをしています。私たちデザイン部は最近ですと 3D モデリングするアプリブレンダーというものを使用して、エアロボウィングというエアロセンス社のドローンをモデリングするという活動を行いました。それがこちらです。これを研究室にある 3D プリンターで印刷して、このドローンの模型を作って子どもたちに喜んでもらうという活動を行いました。我々が目指すゴールは1億人の日本人、そして世界80億人の全ての人たちが当たり前に地理空間情報を使う世の中、1億総異能化社会を作ることを目指しています。フラッシュ研究室入ってね。